じゃあ、鳥越さん、はい。もう一度模型の方で、うん。ゴシック建築の特徴をはい。見てみるとしましうん。ょう。こうやって見てみますと、複いく雑、ら、その角のところ複雑ですよね。だから、なんていうか、クロスしてますよね。そうですね。まあでもフライングバットレスがありまして、そして、まあ、各所のアーチが、先がとんがっていると。奥の方を見ると、ちゃんと、ま、広い窓が確保されていると。で、作った当時はステンドグラスがこうはまってたんでしょうね。窓大きいですよね。前のロマネスクと比べると、採光環境っていうのは全然違うでしそうですね。ょやっぱりうね。のノートルダム大聖堂です。ステンドグラス大きいですね、これは。はい。バラ窓ついてますね。この大聖堂ですけども、こんな感じで十字型をしてるんですが、入り口は、こっちになります、正面は。で、まあ、普通はこっちが西側を向いてます。なるほどね。で、ここの非常に大事なところが東側になります。で、まあ、多少の例外はあるんですが、大体、これが共通してるんですが、こちらは北になるんですかね、そうするとね。北側と南側では入ってくる光の、こう、量とか色が違うわけですよ。で、それに合わせてステンドグラスの、こう、色とかデザインとかも、まあ、考えてたらしいですけどもね。効果的に見えるように。その辺はもう職人の仕事ですね。こちらはですね、ダンスという町にあるノートルダム大聖堂です。ノートルダムっていうのは聖母マリア様のことを指しておりまして、で、まあ当時聖母マリアブームでしたので、ノートルダムっていう聖堂いっぱいあるんですけども、こちらはダンスという町のやつです。ちょっと聞きますよね、ノートルダム。ということは、ノートルダムって言ったからっつって特定のは特定できないんですね。どこだかわからないですね。どこどこのノートルダム大聖堂って言わないはい。フランスだけじゃなくて、ベルギーとかに行っても、まあ、同じようなものですね。まあ、でも、一言でノートルダムって言ったら、多分、パリのやつを指しそうな気はしますけどもね。で、こちらのダンスのノートルダム大聖堂の方は、外壁にいっぱい彫刻がついてることで、有名です。石膏デッサン昔いっぱいやった人もいるかと思いますが、石膏像ほとんどは、古代ギリシャ・ローマ時代とかルネサンスのミケランジェロとかそういうものがを原型にして作ってるもの多いんですが、まあ、たまに中世のやつも、まあ、数は少ないですけども石膏デッサンに使われたりすることがありました。で、まあ、その中の代表的なセントジョセフ像とか、あとは微笑みの天使とかは、こちらの大聖堂についてる彫刻でした。ちなみに、セントジョセフの方は、ヨセフですね、キリストの、まあ、義理と言いますか、血は繋がってないですけども、父親のヨセフ、まあ、マリア様の旦那さんですね。で、微笑みの天使の方は、受胎告知をしに来るガブリエルっていう天使らしいですね。というわけで、その彫刻で有名な聖堂ですけども、まあ、内部はこんな感じです。で、やっぱりこう、細く見せた束にした、こう柱がこう、天井の方まで行ってるというところです。で、天井に、
行くに従って天井にも何かあの細い柱みたいなのがついてますよね、はい、うん、あれをリブって言うんですけれども、うん、まあ、リブの方に、力をかけるようにしてその重さを分散させるっていう風な効果があるらしいですけども、はいはい、まあとりあえず見た目的にはこう上までつながってて上昇していく感じに見えるというわけです。うん、リブはロマネスク建築にもこうついてることはあるんですが、ゴシック建築の特徴ですよね。うん、ステンドグラスをはめて、うん、あの色ついたガラスですね、うん。すごいカラフルな世界になってたわけです。建築当時は。ただまあ戦乱とかがありますとまず割れると。うん、でそれから雨に当たってるだけでも何百年も当たってたらやっぱり溶けてきたりっていうこともある。でさらにあのなんて言うんでしょう、照明あの色ついてれば暗くなるわけで、うん、照明にお金がかかるわけですね。うんうんうん、ろうそく今はあの LED とかで安くこう明るくできます。うんうん、まあ、ろうそくとか使ったらすごい金がかかるということで、あの結構薄い色のガラスに変わってることが多いんですよ。も、う、の、ん、によっては透明なガラス入れてるだけっていうところもありますので、うん、それで、作った当時のステンドグラスがかなり残ってるっていうので有名なのがこちらのシャルトル大聖堂です。でこれパッと見こう見た目ですけども、うん、ちょっとなんかロマネスク建築とゴシック建築混ざってますよね。うん、まあシュッとしてますよね。でアーチも丸いアーチがあるし、2つ塔がありますが、なんか違う、ね、違う様式に建てられてますが、これはよくあることです。あの建築に長い時間がかかるので途中でプランが変わったりするわけですが、はいはい、であのこういうステンドグラスが残ってるという、あの今もついてるというわけです、うんうん、上のやつはあの丸いのはバラ窓っていうんですけどもね、はい、これはまた ごっついですね。まあ、絵と同じようにこのキリスト教に関する物語とかが書かれていたりしてるわけですけれども、これはあの大変有名な、聖堂ですので、うん、美術の教科書、高校生の教科書には年表に必ず載ってますね、写真が、うんうん、この外観と、ステンドグラス、うん、これは田舎から出てきた人はびっくりするでしょうね。今色のついたガラスなんて普通の民家にはないでしょうからね、まず。あ、ちなみに言うとステンドグラスってステインドグラスなんで染められたガラスっていう意味ですね。はい、これはイギリスの、教会です。ウェストミンスター教会って言って、うんうん、あのチャーチルとかのお墓もこの中にあるんですけども、床に確かなんか書いてあったような記憶があります。でこれは、まあ外から見るとこんな感じですけどね、はいはい、正面ではなくて北側のこう、入り口です、うんうんうん、とこうやって見ると、まあ、こっち向いてる方ですね、うん、はいはい、まあ、普通にこう大きな通り歩いてるとあのこっちがまず目につくのでこっちから入っちゃいがちですけども、うん、まあ、パッと見た感じですがバラ窓ついてますよね、はい、そして、入り口のアーチも尖ってますよね、うんうん、でやっぱフライクバットレスみたいなのがついてますよね、うんうん、でゴシック建築ゴシック様式だなっていう感じがします。で先ほどリブの話しましたよね、はいはい、あ、これはウェストミンスター教会じゃなくて別のやつですけども、はい、まあ、イギリスのやつで、うん、イギリスはなんかそこの、 あの天井のリブに凝ってしまう傾向があって、うん、で特にやりすぎみたいな感じになるやつが結構あるんですが、そういうのも一つですね。あ、もうこれだと完全に森みたいですよね。あ、すごいですねこれは。
で、こちらはイタリアの、あゴシック建築で有名なミラノの大聖堂です。ん。まあ、イタリア人って多分ゴシック様式があまり好きじゃなかったと思うんですよ。まあ、ミラノって言ったらかなり北の方ですので、まあ、ローマとかの、フィレンツェとかのイタリア人とは、まあ、だいぶ感覚が違ったとは思うんですが、これもすごい立ってますよね。ね、なんか、建築現場みたいな感じです。まあ、あ、それ奥はあれ一周じゃやっない。てますけど、手前もなんかごちゃごちゃして。これ柱一本一本に人が立ってるのが、なんかすごいですよね。これはね、登ってみれるんでしたっけかね、確かね。本当だ、人がいましたね、上に。左上の方に人が。で、これがゴシック様式です。この後、ルネサンスに移行すると、まあ、ただ、ゴシックとルネサンスの境界って結構曖昧ですけどもね、地域によっても違うし、特に北の方だと、まあ、同時に進行してるっていう感じはします。なんだろう。ヤン・ファン・アイクとかは、北方ルネサンスとかよく言ったりしますが、でも、ゴシックの時代ですよね。で、ルネサンスになるとまた、すっきりするわけです。そうです丸ね、い、すっきりしましたね。庭園を好んで、あとは、異様に縦に伸びたりとか、そういうのをしながら、あとは、整数比を好んだりとか、変わるというわけです。で、その後、バロックに来るとまたごちゃごちゃしてきて、で、その後、まあ、新古典主義とかいう時代が来ると、また、ローマ時代まあ、をそうです思ね。い出すわけですね。これは大英博物館ですね。こちらも、新古典主義のやつです。こちらはウィーンの、まあ、新宮殿みたいな、ホーフブルクっていうんですが、建物です。で、大体ヨーロッパの建物、今見るのこの新古典主義のものが多いんじゃないかなと思いますけどもね。新古典主義って、やっぱりヨーロッパ人は古典が好きで、いつまで経ってもギリシャ・ローマのやつが、なんか見本みたいになってますよね。特に、このイギリス人は、もう貴族がイタリアとかに旅行して、ローマの建物を見たりして勉強して帰ってくるっていうのを繰り返してましたのでね。何でしょう、ある年齢になると、貴族の子弟が、海を渡ってフランスに行って、そして、イタリアのフィレンツェ、ローマ、ベネチアを訪れて、それで、昔の建物とか彫刻を見て回るというグランドツアーっていうんですけども、まあ、そういうのを見て帰ってきて、来たという時代ですよね。新古典主義。それで、やっぱりこういうのが立つんですけども、それと相反して、まあ自分たちのルーツは、本当はゴシックとか北の方のやつなんじゃないかっていう気持ちも同時にあるわけですよ。で、これ奥に見えるのが、先ほど見たウェストミンスター教会ですが、手前のやつはウェストミンスター宮殿。これは近代に建てられたやつですけれども、有名な時計台、時計塔ありますよね。で、今は国会議事堂でしたっけ、確か。そうなんですね。それで、これ、ゴシックリバイバルっていうんですよ。ゴシックブームがまた来て、で、ちょっとそういうのを建てて、そういうのに習って、イメージするような建築を建ててた時代がありまして、あとは、まあ、ゴシックって時代が過ぎた後は、ちょっと気持ち悪い建物だなっていうふうに思われてた時代がこう続くんですよ。で、すごいこうギザギザしたものがいっぱい立ってますしね。こうごちゃごちゃしたやつ、服とかゴスロリとか言いますけども。で、まあ、それはともかく。で、ただ、ちょっと、ある時代になってゴシックブームが起きて、ビクトル・ユゴーでしたっけかね。ノートルダムの世務司男とか、そういう本を書いたりとかして、
まあちょっとゴシックブームにが、こう、再びやってくるっていう時代もありました。これ、夜通ると、こう、すごい照明されてて綺麗な。近く通ると時計がものすごいでかいんですよね。あ、写真だと、こう、ちっちゃい丸ですが、うん、びっくりするぐらい時計がでかいんで、うん、やっぱりこの建物でかいんですよね。あ、カリオストロの後ろの時計台があるんですかね。いやー、どうでしょう。あ、登ったわけじゃないんだ。これはゴスロリ系の趣味の人はこういうとこやっぱ行きたいでしょうね。そうかもしれない。こっちの方でしょうね、どっちかっちと。本物のっていうか、古い方のゴシックよりも、こっちの方が。ゴスロリが本当にゴシック様式と、イメージしてるのかどうかってわかりませんが。というわけでですね。はい。とりあえず、こう、ピンポイント的に、ロマネスクからゴシックに移るときの構造の違いを軽く説明してみました。はい。簡単なところを取り上げていただいたんで、そのアーチの形とか、はい、壁が薄いとか、はい、厚いとか、あと柱の大きさとか、もうパッと見て区別つきそうな感じですよね。そうですね。で、ちょっとだけ知ってれば、うん、違いが分かっても、面白くなる、理解しやすくなるというのと、うん、あとはですね、ヨーロッパの美術の歴史でこう流れがこう繰り返されているところがありますので、うんうんはいはい、それもちょっとわかるんじゃないかなと思います、うん、あとはロマネスクの本とか見ると中の彫刻とかそういう話、結構大事なことが書かれておりますので、うんうんうん、まあ、ここでは構造だけに絞ってお話ししましたということで、はい、以上です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。